はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、麻薬犬っていてるじゃないですか、ワンちゃんね、麻薬をこう探すワンちゃんね。でその麻薬犬ならぬコロナ犬っていうのがね、出てくるかもよっていうのがね、今話題を呼んでます。で犬っていうのはね、その匂いによってね、さまざまな事件を解決するほどのね、嗅覚っていうのをね持っております。全てのね犬がそうではありませんけどもね、新型ウイルスの患者さんを検出することができて、その確率はね 96% にも上るとね、アメリカのねペンシルベニア大学のね獣医学部がね研究結果をねそのように発表しました。犬はね、その毒物が混入した食べ物とか腐った食べ物をね、こう並外れた嗅覚でですよ、検知してですね、危険を回避してこれまで生き延びてきました。まあ、この能力っていうのはね、犬のね解剖学的なね特徴によるとされていましてですね、まあ、人などのその霊長類ではですね存在しない副嗅覚器としてですね、序尾器というのがあってですね、嗅覚として重要な役割を果たすとされています。人と比較した犬の嗅覚というのはですね、3種で1億倍、腐敗バター種で80万倍、ニンニク種で2000倍などと言われています。でこの能力というのはですね、犬がねペットとして飼われるようになってからもですね維持されていましてね、犬の嗅覚はねいろいろと応用されています。例えばね、動植物検疫探知犬とかね、先ほども言いました麻薬探知犬とかね、あと爆発物探知犬とかね、銃器探知犬、警察犬などで活躍しています。最近ではね、悪性腫瘍の検出をね行うね、がん探知犬もね、日本国内でもね訓練が行われています。そしてね、今現在のその全世界のね最大の機械要因である新型ウイルスの感染症の検査にもですね、犬の嗅覚を利用しようとする話が上がってきてるんです。新型ウイルス感染者のね唾液とかね、気管支の分泌液をですね、症状があってね、その鼻咽頭拭い液でね陽性とされた入院患者から、陽性サンプルとしてね採取してですね、で陰性サンプルはですね PCR 陰性でね、過去にね感染歴がなくて風邪や感染症もない人から、採取してから、それぞれのサンプルをねもう匿名にしてですね、ドイツで著名なねハノーバー獣医科大学に送ってね、それを犬のね嗅覚でですよ、陰性と陽性にこう嗅ぎ分けられるのかという実験を行いました。その際にですね、犬がね感染してしまわないようにですね、そのサンプルというのはね、ベータプロピオラクトンというねウイルスを不活化できる薬剤を使って不活化にして、ガラスの試験管にね置いたそのワタパッドにですね吸収させてね、8匹の犬を、1週間訓練しました。でその間にですね、1010人ものねサンプルをね用いて調べたところですね、犬はね175サンプルをね正しく陽性として、792サンプルをですね正しく陰性と判断しました。でまたね、そのうちの33のサンプルがですね偽陽性で、30のサンプルがね偽陰性となってね、平均検出率っていうのはね 94% でした。で犬の嗅覚によってもね、試験の全体的なね感度っていうのはね 82.63% でね、得意度というのはですね 96.35% でした。感度の幅はね 67.9% からね 95.2% でね、得意度の幅はね 92.4% からね 98.9% でした。ほんでこのね高確率でね検出できたねドイツの研究に加えてですね、フランスからもね同様な、ね、研究が報告されています。このフランスはですね、新型ウイルスに感染してしまった人のね脇の汗をねサンプルとしてね、犬の嗅覚を利用してね検出するというものでしてね、でこのサンプルでもね良好な検出率であったようです。で現在新型ウイルスの、ね、検査というのはですね、鼻咽頭拭い液とかね唾液を用いたね PCR 検査やね抗原検査が行われています。でまたね診断というよりもね疫学調査に用いられるね抗体検査もあります。でそれらのね厳しい検査をせなあかんということでね、まあ、これまではねその海外から厳しいその、ね、入国規制が行われてたんですけどもね、いつまでもねその規制を行うことが難しくなってきていてね、まあ、徐々にね解除されていく方向にあることからですね、海外からの入国者に対してね新型ウイルスの検査をねするのですかね、まあ、空港ということをね考えればですね、よりねこう迅速な検査がね求められると思います。まあ、まだまだねその検討の余地はねたくさんあると思うんですけどもね、動物植物の検疫探知犬とかね、その麻薬探知犬のようにですね、コロナ探知犬というねその方法もね考えられるのではないでしょうかと思います。また報道によればですね、フィンランドのねヘルシンキ空港ではですね、実験的なね試みとしてですね、コロナ探知犬をねパパパッとこう配置してですね、渡航者の皮膚をね布で拭き取って
ですね、それを犬に嗅ぎ分けさせてね、あの陽性とか、ね、陰性とか判断させるんですよ。で陽性と判断された人はですね、空港内に設置されてある、ね、窓口に行くようにと指示されるようなんです。でアメリカではですね、まだ実験の段階なんですけどね、10匹の犬がね実験の対象となってですね、で初めにね特殊な試薬お薬をね識別することからね教えられてからですよ。その後から匂いで、新型ウイルス患者さんの尿と健康な人の尿をこう識別する訓練が行われました。で全てのサンプルはですね、先ほどのドイツの実験のお話のようにですね、不活性化されている状態です。ほんで実験が行われてからね3週間経ってね、その以前は病気の発見にね関わってなかった犬たちもですね、新型ウイルスのね患者の尿とね唾液のサンプルをね識別できるようになってね、その確率っていうのはね 96%にも達していました。でこれによってね、この研究の過程でですね、新型ウイルスの患者のね尿と唾液はね独特な匂いがあることが証明されました。で、まあ、このようにですね、各国でね実験をされてね高確率でね識別できてますのでね、実用化されるのはねもうすぐかもしれませんよね。でそしてねアメリカのね研究者はですね、この研究結果をね、この新型ウイルスのねあの認識訓練だけではなくてですね、でも他にも取り組んでるね、がんとかね、まあ、他の病気のね発見でもね、さまざまな方法にね応用とか発展とかさせることができるんじゃないかとね語っています。まあなんなら僕としてはですね、白血病もね認識できるようになってほしいですね、ほんまに。でもまあね、そのワンちゃんたちにとってはね、警察犬やね探知犬としてね扱われるのはね、どう思っているか分かりませんけどもね、まあ、本人たちもねこの能力でね危険をこう今までね回避していますのでね、もしね犬に近づいてねこうパッと避けられたらね嫌ですよね。でもね、その検体をね認識できるのはね訓練されてる犬だけなのでね、別に普通のペットのワンちゃんに、ね、避けられたからってね病気じゃないんでね、皆さん安心してください。で、まあ、そんな感じでね、麻薬犬ならぬコロナ犬が出てくるかもというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。